はい、どうもどうも、日暮らしなまずです。今回は、大量の、ね、植物と、苔を買ってきたので、それをね、植栽していきたいと思います。ではやっていきましょう。まずね、ここの後ろ側、ここ空間になっているんですけど、まあ空間があってはならないということで、こちらのね、石、余った石をまあ入れていきます。次にね、こちらの大一砂を入れ敷いていきます。これでね、基礎をしっかりさせるっていう狙いですね。うん。続いてね、まあ植物を育てるのに重要になってくるソイル、こちらを敷いていきます。これ再ソイルぐらいになるんで、結構ね、ゴミとかがあるんですけど、まあ大丈夫でしょうっていうことで、よし、簡単なんですね。これで埋めていく形にします。埋め込み合わせて感じですね。よし、こんな感じでどうでしょうか。はい、横から見るとこういう形になります。ではね、最初にツタ系ですね、ツタ系の植物、まあこちらになります。ツタをここにね、植えていきます。ちょっとね、石とかの関係上かなり狭くなっちゃったんで、本当はシダ系の植物入れようとしてたんですけど、まあ丈夫そうなね、こちらのツタを使うことにしました。うん、これってこういう植物なのかな。ちょっとね、こういう形で、なんか滝の方を蝕んでいってほしいんですよね。次にこちらですね。こちら、まあ、シダ系の、なんだっけな、猫、あ、ウサギの、ウサギレッグ？あれ、ちょっと思い出せないんですけど、そういう系の植物になります。やっぱり水のね、こう水はけのいい場所に、植えておきます。この滝壺のあたりかな。この辺とかどうだろう。あと、この後ろ側にもツタを植えときましょう。こちらですね。こちらを後ろ側にも設置して。ちょっとね、なかなか作業がやりづらくて申し訳ないんですけど。こういう感じかな。なんかちょっとまあ微妙な感じなんですけど、あと微調整入れていきたいと思います。上から見るとこんな感じになっています。まあ、ここにね、ソイルも一応詰めて、であとここの出っ張りの部分にも植えて、まあこのなんか不自然な石のオブジェを隠すような形で、やっています。次にね、苔を敷いていきます。はい、こちらですね、パック売りされてて結構安くね、売ってたんですよね。これ200円、このパックで200円で売ってました。ハイゴケですね、こちらは。まあハイゴケとか自分で採取しろよとかいう方もいると思うんですけど、まあ、結構ね、キノコとか変なのが生えてきちゃったりとか、まあいろいろあるんで、まあ信頼できるね、お店で買った方がいいかなと思って、今回は普通に購入させてもらいました。とりあえず、まあ、ここの何もないところは一旦ね、苔を敷いておきます。またなんかいい植物とかがあれば
追加したいとは思うんですけど、まあとりあえずね、まあ丈夫と言われている介護手をね、自然な部分を隠すっていう、まあ、感じでもあるんですけど、まあ、ちょっと泡をしてない、してなくてね、微妙な感じなんですけど、まあ、ちゃんとこれからねライトを当てて綺麗になっていけばいいなと思っています。で、余ってた背後毛をね、この辺かな、この辺に植えますと、うん、で、あとこの辺ですよね、やっぱりこう岩肌というかが不自然に出ちゃってるのがこの辺になるんで、どうしようかな。こちら山苔ですね、山苔使っていきましょう。よいしょ、なんかこういうところかな、こういうところにこう張り付いてくれればとてもいいんですけど、角ができちゃってる部分とかに、やるとなんかぺったりとくっついてくれるんで、これでちゃんと根付いてくれればいいんですけどね。ちょっとね、多分買ってくるね水草じゃなくて普通に植物のセンスがまずなかったかなっていうのが今回思いました。あのツタみたいなのがちょっとなんか思ったやつと違って、でそこにね申し訳程度にテーブルヤシを置いているんですけど、まあそれもちょっとあの今後変えていくかもしれないです。やっぱねこの開放感がこっちの方が出ちゃっているので、こちらの方はコルクでこうまあやるか、極みどこ植えれるくんだっけ、それでまたこうペタペタ張っていくか、まあなんかそういう風にいろいろやっていきたいなと思います。とりあえず、次回は、水中ですね、こちらに軽症を敷いて、でその上にまあなんか水草を敷くっていう、まあ敷くじゃないか植えるっていう動画をまた作りたいと思います。はい、今回はねちょっとこんな感じになったんですけど、ご視聴のほどありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら。